チトラベルです。今回は先日泊まったソウルの5つ星ホテルコンラッドでの朝食とディナーの様子です。ひたすらお料理の映像になります。なおエグゼクティブラウンジでのお食事の内容は先日他の動画でご紹介しましたので概要欄からご覧ください。クレットなんちゃらフルコギワッフル混ぜ混ぜ キムチチゲオムレツカフェラテ。
広い広い。ヘランチン、うん、見よく。牛肉で下がイベリコ豚の首37K3700円くらい。じゃじゃじゃん。
ロブスター、ロブスター、ロブスター。朝食のレストランもディナーのレストランも全体的に色合いとしてはダークな大人っぽい印象でとってもおしゃれでした。とにかくスペースが広くて気持ちよかったです。このディナーの時に担当してくださったサービススタッフの女性に偶然翌日ラウンジの方でお会いしたんですけれども、なんと私たちの名前を覚えていてくださってとってもびっくりしました。こちらのホテルのスタッフの方なんですけれども、モデルさんみたいに素敵な方が多くて、また対応も素晴らしくてさすがだなと思いました。韓国旅行もいよいよ次回が最終回、金浦空港のロッテモールや空港の様子になります。ぜひご覧ください。